はい。皆さん、こんにちは。お時間になりましたので、セミナー始めていきたいと思います。えー、本日はお集まりいただき、ありがとうございます。え今日はですね、大規模 AWS 利用におけるセキュリティ環境自動整備ということで、NRI ネットコムが主催でウェビナーを開催いたします。でゲストとしてですね、損保ホールディングスさんと AWS さんにも登壇いただいて、いろいろ AWS の大規模な利用における セキュリティーというところに着目していろいろお話しい,いただきますで今日の概要ですね、具体的なサービスでいうと、AWS コントロールタワーやオーガニゼーションズといったサービスの具体的な使い方も、もしくはこういったサービスがどういったものなのかというところを中心にお話ししていきます。 で、今回、えっ、ー、と、メインの事例となる損保ホールディングス様ですが、まあ、アカウント数非常に多く、数百といった大規模な利用をされています。まあ、その中で、えーまあ、セキュリティ、ガバナンスといった観点で、どのように整備していったのかというところを事例として紹介していきます。えー、AWS を利用する方はもちろんのことですね、主に、まあ、AWS アカウントを払い出したり、アカウントの設定を管理、えー、設定していくという方、 もしくは具体的にはコントロールタワーやオーガニゼーションズ、こういったサービスを導入検討されている方、こんな方にぜひ聞いていただきたいと思っております。えー、このような流れになっております。最初、AWS の大場さんからですね、あの、 AWS におけるセキュアな環境というのはどういったものなのか説明していただいた後、ソンポホールディングスの土屋さんから、ソンポグループの中の取り組み内容。で、最後に私からですね、あの、ポグループ様の事例としてお手伝いしたんですけども、具体的なテクニカルなところですね、ちょっと深いところをお話ししたいと思っております。3名ですね、お話しする予定になっています。で、今回、ズームのウェビナーを使用しております。もしですね、あの、登壇中、 あの、講演中いつでもいいので、質問等ある方は、ズームの Q&A というメニューから質問が出せますので、ぜひ積極的にご質問ください。各発表者のあと5分ほどですね、質疑応答の時間を取りたいと思っております。で、投稿した質問、他の参加者にはあの見えませんので、えー、ご認識ください。チャットもあぜひご利用いただいて大丈夫です。 ツイッターですね。一応、ハッシュタグ今回用意しておりますので、SNS、ツイッターで、まあ、積極的につ、つぶやいて盛り上げていただくと嬉しいです。画面のキャプチャーとも問題ありませんので、ぜひぜひ、あの、盛り上げていってもらえれば嬉しいかなと思います。はい。ではですね、早速一人目の、あの、登壇者、ゲストですね、AWS から大場さんをお呼びしたいと思います。大場さん、発表お願いできますでしょうか 承知しました。では画面の方を共有させていただきます。はい。えー、それでは皆様、画面の方見えておりますでしょうか。お時間になりましたので、私の方のセッションを開始させていただきます。本日ですね、私のセッションでは、AWS でセキュアにマルチアカウントを管理するためのベストプラクティスというテーマでご紹介をさせていただきます。 はじめに簡単にですね、あのスピーカーの自己紹介をさせていただきます。私、Amazon Web Service Japan 合同会社で、パートナーソリューションアーキテクトというロールに従事しております、大場隆則と申します。普段は AWS のパートナー様への技術的なご支援ですとか、組織内のクラウド COE の立ち上げだったりとかですね、AWS を使ったソリューション開発のご支援などを中心に活動させていただいております。 本日ですけれども、大きくですね5つのアジェンダでお話をさせていただければと思っております。まずはじめにですね、マルチアカウント管理が必要な背景からですね、あの簡単にご紹介をさせていただいて、マルチアカウントを管理するためのポイントをですね、あのご紹介いたします。その話の中で、ランディングゾーンという概念だったりとか、ガードレールという考え方のご紹介をさせていただいた後ですね、 マルチアカウント管理でそれらを適用するためのアプローチとして、AWS コントロールタワーというサービスを活用した方法と、また AWS コントロールタワーを、ね、活用しないマルチアカウント管理の手法というところで,です、ね、ランディングゾーンガードレールの適用方法というものをご紹介させていただければと思っております。最初になぜマルチアカウント管理が必要なのかといったところです。まず IT 自体はこうビジネスを実現していくためにあるですね手段の一つになってきます。そのためにこうビジネスがですね求めているものから考えていく必要があります。例えば、えー、自分たちの事業だったりとか会社、組織をですね発展させていくためには何が必要なのかといったところです。まずは自分たちの価値やビジネスの価値というものを作り出していく必要があります。 そのため、1つ目はです、ねまあ、ビジネスの価値の創出というところが挙げられるかと思います。2つ目は価値を作り出すためにアイデアを素早く実現できることが挙げられてきます。ただし、いくらです、ね、あのこう素早くアイデアが実現できたり、ビジネスの POC ができたとしても、セキュリティがしっかりしていないとです、ね、台無しになってしまうかもしれません。例えば、アイデアが盗まれてしまったり。 最悪のケースですと、損害賠償などで作り出した価値の何倍もの代償をです、ね、支払うことになってしまう可能性も考えられます。そのためにビジネスを作り出す環境をしっかり作っていく必要があります。ビジネスが求めている環境というのはどういうものがあるかというと、例えばその会社や組織、規制の中でセキュリティや監査要件に適合しているかだったりとか、その上で高い可用性とスケーラビリティが確保できているか、 あとは柔軟な設定変更が可能で要件変更に追従ができるかといったようなところです。じゃあこれらを実現していくためにはどうしたらいいんで,いいでしょうか例えばですね、考えなければいけないこと、こんなことがあります。多くのチームや人数でこう作業するような状況でもセキュリティやコンプライアンスの統制が検討できているか、コストの請求は管理ができているか、システムやサービスでは 環境を分離できているのかまた異なるビジネスプロセスをどのように管理できるのかといったところが挙げられてきますこういった課題をですね、AWS 省で複数のシステムを管理する上での解決する一つの方法が AWS アカウントの分割つまりマルチアカウントの運用という形になってきますよくあるケースと比較してちょっとお話をしていきたいと思います 1一アカウントで複数のシステムやリソースを管理するケースとちょっと比較をしてみたいと思います。1つのアカウントで IAM や VPC を分離して管理するような場合、どのような問題や課題が起きるでしょうか例えば、必ずしも境界線が明確になるわけではない、まあ、グレーな境界というところです。複数のメンバーで複数のプロジェクトが1つのアカウントの中で運用されていると、例えば、 誤った操作で本来与えるべきではない権限がです、ね、付与されてしまったときに、触ることができなかったはずのプロジェクトのシステムやリソースに触れてしまうといったようなです、ね、リスクなども考えられます。そしてそれらは時間に伴って管理が複雑になっていき、そのリソースを誰が使っているのかトレースしたりトラッキングすることが困難になってきます。あとはエイドベルスのサービス 各サービスには、例えばソフトリミット、ハードリミットというような制限値が用意されています。他チームが起動したリソースによって、自分たちのリソースがですね、例えば立ち上げられなくなってしまった、ソフトリミットの上限値にですね、達してしまっていて、立ち上げられなかったといったような問題が起きてしまって、責任の押し付けなどが発生してしまう可能性なども考えられます。 こういった課題を解決するためのアプローチとして AWS を分けることによって次のような管理というものを検討していくことができます。一番目はまず環境の分離ですね。環境の分離です。例えば単一のアカウントで VPC を分割してネットワークレベルで分離をして IM を使って権限管理なんかをしていくとですね。IM なんかを使っていればロールベースのアクセス制御。 r バックだったりとか、属性ベースのアクセス制御 a バックといったような権限管理が可能です。ただし、複数の環境だったりとか、複数の管理主体の管理っていうのは煩雑になりがちです。そのため、アカウントを分割することによって、マネージメントコンソールだったりとか、api 単位での分離っていうのを簡単に実現しやすくなってきます。 内部統制のためにです、ね、開発者が追加の認証を必要とせずに本番環境にアクセスしてはいけませんよなんていうことが求められるケースも多くなってきていますあとはです、ね、本番環境と開発環境のコンソールなんかも明示的に分かれることによってオペレーションミスのリスクなどの対策にもなってきます2つ目のポイントとして課金の観点の管理です同一アカウントの中で例えば VPC などを分割して運用している各システム これらのコストの可視化を検討したい場合には、一般的にはコスト配分タグといった機能を活用することによってコスト情報を集計していく形になります。これらはアカウントをもし分割することができれば、割り当てられたアカウント単位でですね、AWS のコストを表示することができるので、管理をシンプルにしていくということが検討できます。あとは課金に対する責任だったりとかコントロールを持たせるということも可能です。 3番目の観点ではビジネス推進の観点での管理です。例えば、電車で統一の管理基準を運用していて、個別部門やシステム要件を満たしたいというときに、なかなか難しいというケースが考えられます。結果として、IT ビジネスの推進を阻害してしまうこともです、ね、あります。アカウントをこうビジネス部門ごとに払い出して、完全に分離された環境を作ることができれば、 ガードレールで管理された環境を作ってですね例えば多部門のリソースに影響を与えることなくですね独自のポリシーで IT 環境を管理するということも可能ですガードレールについてはちょっとこの後もお話ししていくんですけども簡単に申し上げると実施してはいけない操作を禁止したりですとか危険な操作を監視するためのです、ね、仕組みをですねこういったガードレールなんていうふうに呼んでいます あとはスピードを高めるためにですね、特定のアカウントに権限を移譲するなんていうことも、マルチャーアカウントで運用していればできるようになってきます。最後、ワークロードの観点の管理です。アカウントを分割することによって、セキュリティレベルやサービスレベルが異なるワークロードですね、明確に分離していくことが可能です。認証や、例えば認定なんかをですね取得するような場合にも、アカウント単位で簡素だったり、アセスメントを実施するということが可能です。 あとは AWS のサービス効果、サービス制限値ですね、これらがアカウントごとに管理されるので、サービス上限値のプランニングなんかも行いやすくなってきます。アカウントを分割することによって、先ほど述べたようなですね4つの管理というものを検討することができるんですが。 もし皆様がですね、エダベーアカウントが必要になったという際に、必要になったら都度手作業でエ w ベーアカウントを作っていては、ガバナンスやセキュリティの制定でですね、抜け漏れが出てしまう可能性があります。あとは、それらの構築作業自体がボトルネック化してしまうといった可能性も考えられます。具体的な課題としてどんなものがあるかというと、例えばアカウント間の設定の整合性が維持できなかったり、 各アカウントに行う設定や構築作業が複雑になってしまったり継続的にコンプライアンスを遵守しているか管理しなければいけなかったりといったような課題が考えられます。これらの課題を解決してスケーラブルなマルチアカウント構成にしていくためには管理環境の構築にチャレンジをしていく必要があります。 従来までは手作業での設計や構築、運用が必要となっていて、マルチアカウント構成にはコスト効率の面で必ずしもですね最適とは言えませんでした。ただ、近年のですねサービスの拡充だったりとか、この後ご紹介するですねランディングゾーンという概念の登場で、マルチアカウント構成の設計、構築だったりとか、運用に伴うですね作業負担というものが軽減、自動化されてきています。しやすすくなっていいるというとうころですね 具体的なお話はこの後お話ししていくんですが、現時点ではです、ね、マルチアカウント構成を積極的に利用していくことが AWS のベストプラクティスの一つになってきています。では、ここからです、ね、マルチアカウント管理のポイントをです、ね、ご紹介していきたいと思います。でまず AWS はです、ね、ビルダーを支えるプラットフォームとして、さまざまなテクノロジーやサービスという形でご提供させていただいています。 ビルダーというのは開発者だけを指すものではなくて、AWS 上ででさまざまなソリューションだったりとか、コンテンツを作成するんですね、すべてのまあ構築に携わる方々なんかをこのビルダーというふうに総称してるんですけれども、このプラットフォームの大きな目的というところでは、ですね、ビルダーにこう自由な環境を与えて、適切な箇所で適切なツールを使えるようにしていくと、さらにそれによってビジネス価値を早期に実現していくといったところをですね、目指すプラットフォームとして、AWS サービスと。 提供しておりますでこういったビルダーに必要なものはどういったものなのかというところで、ここでガーードレールという考え方が重要になってきます従来型のです、ねまあ、セキュリティであるような考え方ですと、こ門番のようにいったリクエストを止めて、中身を改めてルールを守っているかどうかをです、ね、確かめるようなゲートキーパー的なあの考え方が大半でした。 ただし、それではですね、開発者のスピードや生産性が低下してしまったりしまうかもしれません。開発者のスピードだったりとか、生産性を低下させないためにはですね、この道を進んでもらえれば、セキュアな道できちんとしたサービスが作れますよといった考え方に変わってきています。なので、こうビルダーを支えるんであれば、流れを止めるんではなくて、開発者がどんなにスピードを出しても路肩にそれることなく、安心して運転できるガードレールでの考え方というものが重要になっています。 大規模なガバナンスコントロールの考え方では、先ほどのガードレールの考え方というものが重要になってきます。従来のアプローチですと、例えば中央集権的で,です、ね、手動の承認プロセスで運用されていて、個別 AWS アカウントへの強制されない非集中管理のアクセス、クラウドブローカーの使用なんかが考えられたかと思います。これらをスケールさせるためのアプローチとしては、1つ、マルチアカウントによるです、ね、システムごとの分離というものが考えられます。 また、各アカウントやアカウントのですね、束ねられたらいるユニットに対して管理権限の異常、また中央集計による最低限のですね、予防的、発見的ガードレールなんかは検討することができます。では、こういった仕組みをですね、どうやって作っていくのかというのを見ていきたいと思います。 ここで予防的・発見的ガードレールという言葉が出てきているんですけれども、予防的ガードレールというものは、事前にガードレールを設定しておいて、想定されるセキュリティインシデントから守るための仕組みを指しています。発見的ガードレールというものは、望ましくない操作だったりとか、想定外のインシデントが発生してしまったときに、それを発見して収束させるようなガードレールを示しています。 ここでこうビジネスや組織がですねこうスケールしていくにあたって、増加する AWS アカウントを効率よくですね管理する仕組みというものが必要になってきます。その総称をですねランディングゾーンなんていうふうに呼びます。ランディングゾーンは、AWS のサービスとか機能の一つといったものではなくて、AWS のベストプラクティスに基づいて構成したアカウントをですねスケーラブルにこう展開していくための仕組みの,その総称をですねランディングゾーンなんていうふうに呼んでおります。 あくまでも仕組みであり、概念としてですね、ご理解いただければ良いかと思います。ランディングゾーンの性質としては、1つ、セキュアで事前設定済みの AWS アカウントを提供する仕組みを提供しておりまして、そのほかにツールを活用したスケーラブルかつ高い柔軟性やビジネスのアジリティとイノベーションを実現するといったものをですね、特性として持っております。では、ランディングゾーンの例をですね、見ていきたいと思います。ここでは3つほどご紹介していきます。 一つがマルチアカウント構成成の作とというところですコアコンポーネントが収容されたコアサービスのオーガニゼーショナルユニット、OU とですね各サービスの OU というものを配置してマルチアカウント構成を作っていきます。OU とここで表現しているものは AWS オーガニゼーションというです、ね、AWS アカウントを管理するためのサービスによって提供されている各アカウントを束ねるグループの機能になっています。 共通的に利用するコンポーネントだったりとか、コアコンポーネントといったものについては、こういったコア OU というものの中で管理をしています。コア OU の中には、この他には、例えば多くのアカウントからですね、一元的にセキュリティだったりとか、監査系のログというものを集約、保存したりする機能を持っています。また、各ビジネスユニットごとですとか、システム単位でですね、共通的に 分割が必要なものについては、統制の観点ではですね、分割が必要なものについては、アカウントや OU を分離して、マルチアカウント構成というものを作っています。二つ目に、管理用権限の発行とアクセス環境の構築というところです。対象の AWS アカウントを管理するための権限を作ったり、ID の管理、またアカウントへのフェデレーテッドアクセス環境というものを作っていきます。三つ目の例としては、AWS ログの集約です。 例えば AWS クラウドトレー a や AWS コンフィグといった監査機能のです、ね、ログを集中かつ安全的な保存を実現していきます。ランディングゾーンの例としてここまで3つの例をご紹介してきたんですが、こういった例としてご紹介してきたのは、それがあくまでもです、ね、概念の1つであるからです。では、実際にこういったランディングゾーンを実装するためには、どういった検討が AWS でできるのかというところです。 2つのアプローチを検討することができます。1つはです、ね、AWS コントロールタワーを使った方法です。AWS コントロールタワーには、先ほどご紹介したようなランニングゾーンのです、ね、機能として、性質を持ったものが提供されておりまして、こういったランニングゾーンの機能のほ、ね、他にはアカウントを払い出す仕組みですね、アカウントを発行するような仕組みだったりとか、ガードレールを設定する機能、また、ダッシュボードの機能なんかが提供されています。 ダッシュボードでは、例えばプロビジョニングされているです、ね、AWS のアカウントや OU だったりとか、適用されているガードレールの内容、また登録されている OU やガードレールで、ルールから、例えば逸脱しているとか、非準拠になっているようなリソースをです、ね、一覧で確認することができるようになっていたりします。でもう一つのラン,ディング実装ランディングゾーンの実装のアプローチとしては、独自実装をしていくというアプローチが考えられます。 独自実装では、組織のマルチアカウント戦略に基づいて、自分たちでカスタマイズをして実装することができます。コントロールタワーを使わない理由としては、例えば自社のポリシーで完全に準拠したいという場合にはです、ね、こういった実装が考えられます。では、AWS コントロールタワーってどんなサービスなのかというところを最初に見ていきたいと思います。AWS コントロールタワーは、マルチアカウント環境をセットアップするためのです、ね、マネージ AWS のマネージドサービスの一つになっています。 ベストプラクティスに基づいたランディングゾーンやガードレールを設定する機能というものを持っています。その他に新規アカウントを払い出すためのですね標準化を行っていくアカウントファクトリーといったような機能、仕組みも持っています。ポリシーの適合状況を可視化するようなダッシュボードの機能も持っておりまして、昨年の4月、2021年の4月ですね、東京リージョンでもローンチしております。コントロールタワーでは6つの統制の機能というものを持っています。 一つはログの取得の強制とアーカイブの集約。二つ目はセキュリティモニタリングの集約。三つ目が管理のためのダッシュボード。四つ目はリスクのあるアクションをです、ね、予防及び発見するガードレールの機能。5つ目がアカウントを払い出すためのです、ね、ベースライン統制の展開として、AI、アカウントの作成の機能。最後はです、ね、AWS による機能拡充というところです。 コントロールタワーでは、ですね、こちらの絵にあるようなランディングゾーンの構成をデプロイすることができます。マネジメント環境では、ですね、OU とガードレールの管理に加えて、AWS アカウントの、ね、新規発行になるアカウントファクトリーのプロビジョニングをコントロールしていくということが可能です。ログアーカイブの環境では、ランディングゾーンのすべてのアカウントからの API のアクティビティやリソース設定に関するですね、ログのリポジトリというものを用意していきます。 セキュリティ運用環境では、セキュリティチームやコンプライアンスチームに対して、監査や統制のために、ですね、ランディングゾーンのすべてのアカウントにアクセスができるようなですね、限定的な制限付きのアクセス環境というものを用意します。そのほかにです、ね、お客様のビジネスユニットだったりとか、システムごとにですね、アカウントを分離するような形で、応用やアカウントの分離というものを検討することができるような形になっています。 で資料の方ではでは、ね、コントロールタワーでランディングゾーンを構成するサービス群をです、ね、いくつかご紹介しております。後ほど、資料についてはです、ねえー、皆様の手元でダウンロードができるかと思いますので、そちらをご確認いただければと思います。また、コントロールタワーを活用したマルチアカウント管理の具体的な事例については、この後と、ね、SOMP ホールディングスの土屋様と NRNetcom の上野様の方からご紹介いただきますので、そちらのセッションもぜひご参考いただければと思います。 では、ここからはですね、マルチャーコントロールタワーが使えない環境で、ランディングゾーンをどう実装していけばいいのかというところをですね、少しお話ししていきたいと思いますで。よく取られているのは、コントロールタワーで実装されている内容を自分たちで作っていくというアクションです。コントロールタワー自体がベストプラクティスベースという形になっているので、理にかなったですね、あの考え方になっていると言えるんではないかと思います。まず最初にですね、メドベルスアカウントの枠組みを作っていきます。 コントロールタワーでは最初にですね、2つの OU が作られます。コアコンポーネントをですね、収容したコア o u というものと、ワークロードごとにです、ね、分離検討することができるカスタム OU というものになります。アカウントの払い出しに関してはですね、スケールさせるために、できる限り自動化をですね、していくことをお勧めしています。ここでは AWS Organizations を使っていきます。 AWS オーガニゼーションズでアカウントを作るときですね、マネジメントコンソールから作業ですと、手作業になってしまうので、AWSCLI や SDK なんかを使って、ですねアカウントの作成を自動化していきます。次に、AWS オーガニゼーションズのサービスコントロールポリシーという機能を使って、各 AWS アカウントの操作に制限を加えていきます。 サービスコントロールポリシーはアカウントやアカウントをためれる OU に対してどんな操作を許可するのか拒否するのかというです、ね、強い設定権限の設定を行うことができます。これはいわゆるです、ね、こう予防的防止統制ですね、予防的統制、予防的ガードレールのような設定で、この後またお話ししていきます。最後にです、ね、ガバナンスやコンプライアンスのためのベースラインをクラウドフォーメーションを使って設定していきます。 ここまで概要を説明してきたんですけれども、ベースラインを設定したアカウントのこう自動発行をするようなです、ね、仕組みのことを AWS ではこうアカウントファクトリーとかアカウントベンディングマシンなんていうふうにご紹介しております。コントロールタワーではアカウントファクトリーといった機能が提供されております。2番目にですね、必要な要素として管理権限の発行です。 対象の AWS アカウントをスケールアブに効率的に管理するための仕組みとして、フェデレートアクセスの環境というものを作っていきます。方法としては3つあって、1つが AWS でシングルサインを実現する、ね、AWSSO s というサービスを使っていく。2つ目は ID フェデレーションをです、ね、自前で作っていく。3つ目は AWS と連携できる外部 ID プロバイダーを使っていくという方法が考えられます。 ここで言いたいことは、ですね、IAM ユーザーを個々のアカウントで使うのではなくて、できる限り IAM のロールを使ってですね、アクセスしていくアプローチを推奨しているということです。3つ目がセキュリティログの集約です。操作履歴の追跡調査や監査に備えていくために、クラウドトレイルや AWS コンフィグといったような、ですね、AWS 上のアクティビティを検出あの収集して検出できるですね、ログアーカイブ用のです、ね、あ機能をです、ね、ログアーカイブのアカウントに集約をしていきます。 個々のアカウントでは別の権限が設定されているです、ね、このアカウントにログを集めることで改ざんなどから保護された信頼できる情報というものを貯めていくことができます。設定自体は非常にシンプルなんですけれども、各アカウントでですね、勝手に例えばログの出力先を変えられてしまったりとか、停止されたりされないように、ですね例えばデータベースオーガニ a ーションズの SCP なんかを使って制限をかけていくというのもおすすめです。 そして次にガードレールの設置というところです。先ほどもちょっとご紹介しましたけれどもビジネスにおけるです、ね、スピード感とガバナンスコントロールの両立を実現する上ではです、ね、このガードレールの考え方が鍵になってきます。中央集権的なゲートキーパー式のです、ね、管理やでは、ね、許可を得るために時間がかかってしまったり許可を与える作業がボトルネックになってしまうかもしれません。 そこ,こで AWS ではスケーラブルにですね、管理するには分散型のガバナンスが必要で、そのための実装としてガードレールという考え方をお勧めしております。ガードレールでは、実施してはいけない操作のみを禁止するような予防的ガードレールや、危険な設定操作だったりとか、行われたことをこう把握したい操作については、禁止するのではなく、発見するようなアプローチをお勧めしています。いわゆる発見的ガードレールです。 ランディングゾーンでは、これら2種類のガードレールをです、ね、AWS オーガニゼーションズ管理課のアカウントに適用して、セキュリティとガバナンスのコントロールというものを実現していきます。実装のアプローチとしてはです、ね、まずコントロールタワーってどんなサービスかというと、実態はです、ね、複数の AWS のサービスを組み合わせて構成されているものになります。なので、特にガードレールのです、ね、具体的な実装なんかは、コントロールタワーのドキュメントが非常に参考になることが多いかと思います。実際に 紹介しております,ですねコントロールタームガードレールの内容なんかをですね参考としてご用意しておりますのでこちらも後ほどご参考いただければと思いますでは予防的ガードレールについてまずどう設定していくのかというところなんですけどもガードレールという考え方もですねまあ概念の一つになってきます予防的ガードレールでは事前に防ぐといったところを目的にしているので例えば AWS Organizations の SCP だったりとか AWSIAM のパーミッションバウンダリーや IAM ポリシーといった機能で検討することができます。Organizations の SCP という機能では、ですね権限の制御はアカウント単位で実装することができるんですが、非常に権限の強いルートアカウントにもですね適用することができる非常に強力なものです。なので、十分にこうテストを行った上えで適用していくという必要があります。 あとは、あまりにも厳しいとですね、ビジネスのスピードを損なってしまう可能性があるので、本当に禁止したい部分のみに留めておくことをお勧めしております。次に、発見ティクハードレールのアプローチです。ここではですね、AWS Config ルールスを使ったアプローチをご紹介しております。各アカウントへの展開については、クラウドフォーメーション、 コードベースで AWS のリソースをですね、デプロイすることができるサービスですが、これらをですね、スタックセットという機能を使うと、複数のリージョンや複数のアカウントに展開するということができるようになってきます。こちらもですね、サービスコントロールポリシーと同様で、コントロールタワーで設定されるような項目を入れていくのがですね、ベースラインを作る一つのやり方になってきます。ここで AWS コンフィグのコンフォーマンスパックという機能をご紹介していきたいと思います。 コンフォーマンスパックは日本語では複合パックなんていう,うにも呼ばれるんですけども、複数の AWS コンフィグのコンフィグルールスっていうものと修復アクションをまとめて用途に応じてパッケージ化したものになっています。コンフィグルールスっていうのは皆様の組織のルールからですね、逸脱した操作が AWS 上で行われていないかどうかをですね、評価するためのですね、サービス機能になっています。コンフィグルールスはそういったですね、もし逸脱する操作をですね、検出してしまった場合には、それを検知して 例えば、修復するアクションを指定しておくことによって自動的に収束させるといったことも可能になっています。でこのコンフォーマンスパックをです、ね、あの皆さんのアカウントにセットアップしていただくと今ご紹介した AOS コンフィグのです、ね、各ルールのパッケージを展開していくということができるようになっています。で各アカウントにの展開については先ほどご紹介したクラウドフォーメーションのスタックセットを使っていただくとです、ね、効率的な展開というものが実現できるかと思います。 では本日はマルチアカウントが必要な背景からですねマルチアカウント管理のポイントとしてガードレールやランディングゾーンという考え方について最初にご紹介させていただきました AWS コントロールタワーを活用したランディングゾーンの適用アプローチまた AWS オーガニゼーションズ SCP や AWS コンフィグのコンフォーマンスパックなどを使った独自実装のランディングゾーンのアプローチなんかもご紹介させていただきました 複数のアカウントのです、ね、運用を検討されている方、もしくはすでに運用されている方は是非です、ね、ぜひ本日ご紹介した内容なども元に、ランディングゾーンの実装をご検討いただければ幸いです。また、この後のですね o m p ホールディングス土屋様と n r ンのとか上野様のセッションでもです、ね、具体的な事例が紹介されておりますので、ぜひそちらもご参考いただければと思います。以上、ご清聴いただきましてありがとうございました。はい、大場さん。 ありがとうございます。ビジネス観点の説明といろいろなサービスおよびその使い方、えー、詳しく説明いただいてありがとうございます。えっと、質問1個いただいてましておおゆですねあの組織体の分け方についてもう少しサンプルどういう分け方があるのかっていうのを紹介いただきたいという質問が来てるんですけど何かありますかね、はい、情報と。そうですね ちょっと、あの、こう紹介できるスライドなどがあったかと思うので、ちょっと後ほど、そのスライドイメージをお見せした方がわかりやすいかなと思うので、参考となるものをちょっとお見せさせていただければと思います。はい。あの、後ほどってことですかねよろしあ、よろしいですかね、はい。はい。そうですね、あの、お湯の分け方は、この後まさに私の方から、その、損保ホールディングスさんの お用をどう分けたかみたいな話があるので少し。そっちがいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。えー、その他は特に大丈夫かな。はい、そうですね。はい、じゃあ、大場さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい。 続きましてですね、損保ホールディングスさんから土屋さんですね、お呼びしております。土屋さん、ご準備よろしいでしょうか。あ、声が聞こえてないかな。今、今ミュ、ミュートですね。 あ、土屋です。あ、聞こえます。今、今聞こえます。はい、失礼しました。はい、<は>ありがとうございます。はい、じゃあ画面をはい、します、はい。お願いします。はい、画面見えてますでしょうか。画面見えました。見てます。はい、ではあの私ソンボールディングスの IT 各部土屋から。 当社の損保グループの AWS 共通セキュリティ機能の取り組みということでお話しさせていただきます。ちょっと初めに自己紹介させてください。私、土屋敏之と申しまして、今、損保ホールディングスの IT 企画部でクラウドアーキテクトをやっています。経営力は結構もう社会人歴かなり長いんですが、 えー、保険会社をまあ何社か転々として、最初はアプリケーションをやったんですが、その後、えー、インフラの方に行きまして、まあ、いろんなプロジェクトを、えー、事,業事業会社の IT 部門として出かけております。もう一昨年ですね、2020年からは持ち株会社の方に移動になりまして、えー、グループ全体のクラウド推進ですとか、えー、クラウドのクラウド COE ですね、として今、活動をしているところでございます。 まあ、あのグループ各社からいろいろクラウドのことを聞かれますので、まあ、AWS 以外にも Azure だとか Google クラウドも一応、勉強はしているような感じです。まあ、あとその他あの、セキュリティのことどうしても金融機関におりますといろいろ気にするところがありますので、まあえー、セキュリティ系の CISSP ですとか、まあ、監査系の資格も取ったりなんかして、まあ、日々勉強しているところでございます。 あと前2015年からひまわり生命に出向した時にですねあに、コンシューマー向けのヘルスケアのアプリケーションを作った事例が、AWS のサイトにまだ載っていると思いますが、まあ、そちらもありますので、えー、参考にしていただければと思います。はい、あの本日のアジェンダになりますが、えー、3つですね、当社グループの紹介、簡単にさせていただいて、でその後クラウド COE、CCOE の活動のお話、 最後に、我々がちょっと今運用している AWS 共通セキュリティ機能と我々呼んでいますが、そちらのご説明をいたします。はい、まずあの当社の損保グループの紹介をえいたしますと。当社はですね、あの事業がまあ国内の損害保険ですとか、海外の保険事業、まあ、いくつかの事業をまあ束ねて運用しているような会社になります。 あの株式市場からはですね、三、えー、つ、大きい3つのクラウド、クラウドコン、ね、クラウドじゃないですね、えー、保険業界で、えー、3, メ3メガ損保と呼ばれている、ま、東京会場、えー、MS&AD、あとまあ当社グループ、ま、3つ大きな、えー、メガ損保と呼ばれている業態が、えー、ございますがま、損害保険外にもあの当社の介護事業もやってまして、介、ま、護事業はあの国内で二位のシェアに。 なっております,でです、ねまあ、とはいえあの収益構造としてはやっぱり国内の損保事業がえ下の,グ,あのグラフ見ていただくと分かるようにえ、まあ、3分の2ぐらいを占めておりまして、まあ、まだ未まだにその期間となる収益分は国内損保となっていますが、まあ、他の領域も広げているというえ事業体でございますあの右下の方にです、ね、あの損保美術館という ちょっとあの建物のが貼ってあるんですが、こちらの西新宿の本社ビルの横にですね美術館がこの間新しくなりました。こちらにはですね今、全世界に6枚残っているうちの1枚のゴッホのひまわりが長次展示してますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、次のページで、当社のグループ経営理念なんですが、ちょっといろいろ。 書いてますが、その安心、安全、健康っていうのがまあ何,何回も繰り返し出てくるんですが、まあ、安心、安全、健康にする最高品質のサービスをご提供して社会に貢献しますというまあ理念を持って、我々活動しています。で、あの最近ですね、あのパーパス、パーパスってあのお聞きになった方いらっしゃるかもしれないんですが、このパーパス経営っていうのがよく言われていますが、まあ、当社も多分に漏れず。 そのパーパスを掲げて最近掲げ出してですねあのいろいろ対外的に情報発信なんかもしておりますがこの安心安全健康のテーマパークっていう何ってのが最初よ私もよくわからなかったんですが、まあ、そういうことを我々目指しておりますでまあパーパスって何かっていう話なんですが何のために、まあ、この会社であったりあるいは自分自身ですね が存存在在すするのかそのかそ意義ですね、まあ、フランス語で言うとレザンド・デートルになるんですがそういうものを突き詰めていきましょうみたいな経営が最近流行っているようでございますこのスライドがその安心安全健康のテーマパークって言ってるところの、まあえー、絵になるんですが、まあ、当社はもともと損害保険の会社でしたので、まあ、どうしても保険がまず主軸にして いろいろ考えていくところがあるんですが、まあ、保険が必要ないほどの安心、安全、健康な世界というのは、究極的に目指す姿ということで、ね、やっております。ちょっとこれの会社紹介、最後になりますが、まあ、特徴的な取り組みとして、まあ、いろいろお金もたくさんやっているんですがちょっとさ、直近の代表的な例を3つほど持ってまいりました。1つ目がです、ね、課長の公募制をやってまして、まさに来月から、 課長は60以上のあるポストはすべて公募制になって、まあ、やりたい人が手を挙げて、ほ、ま、か、あ、にその方が、ほ、ま、か、あ、にも、どういう具体的にどういう選定になっているかは正直は分からないんですが、まあ、公募、手を挙げるような形になっています。もう部長レベルはその1年前からも公募制やってまして、まあ、外部人材なんかも積極的に登用しているところですで。2番目がデジタル戦略部門ですね。 こちらのも2016年からあのデジタル戦略部という部門を作りまして、まあ、数多くのチャレンジをやっています。どうしてもその保険会社、金融機関にいるとその失敗を恐れてなかなかこう手足動かないみたいな状況になるんですが、まあ、失敗を許容する文化ですとか、まあ、ここに太字で書いてますが、まあ、保険の,ですか、ね、その損害保険生命保険そういう保険の延長で物事を考えるところから脱却する取り組みを 継続的に行っています2021年度からはです、ね、デジタル事業を専業にする、まあ、ソンポライトボルテックスという会社も作りましてもうこちらでもデジタル事業を展開しておりますあと3つ目は当社のグループ CEO の桜田というものがおりましてあの桜田はあの経済同友会の代表幹事もえ兼任しておりましていろいろ社会的な発言をして たまにこう物業かもしれないことを言ったりしてますが、そういう人物を CEO に担いでおります。はい、では、ここから本題になりますが、えっと、我々のクラウド CEO とその活動についてご紹介いたします。えっと、当社の、えー、当社グループの CCOE ですね、これどういう経緯で作られたかというのをご説明いたします。もともとグループ各社、生命保険、損害保険、 もうそれ以外の事業もいろいろやってまして、クラウドはまあ入れてれば入れてるんですけど、各社濃淡がありました。かなりやってるところもあれば、クラウドってその仮想サーバーみたいなもんでしょとか、そのま,あまだクラウドよく分かりませんみたいなことを言ってる会社まで結構さまざまな状況が昨年度までございました。でまあ、それまあ自然体にしておけば、徐々にクラウドシフトしていくんだとは思うんですが、 ただまあクラウドっていう道具を使っていって競争に打ち勝っていこうと、まあ、そういう状況を作るために我々も持ち株会社が主体になって専門組織を立ち上げることになりました、まあ、そういうのをまあ世間ではクラウドし用意って呼んでいるなと思いますこちら2021年4月からも活動を始めてまして、まあ、クラウドバイデフォルトっていうのが政府機関でも言われてますが、まあ、やっております で大きくですね、我々クラウド COE は3つの軸で活動しています。まあ、1つ目がガバナンスということで、こちらのガイドライン、クラウド利用のガイドラインを整備いたしました。で2点目はセキュリティガードレールですね。これ、今日きょうの、まあ、オーダー本題になるんですが、我々としては今日 AWS 共通セキュリティ機能と呼んでいますが、こういうガードレールをグループ会社向けに提供しています。 2点目が要員支援になりまして、こちら、あの我々が採用した人間をです、ね、グループ会社に期間を決めて出向して、まあ、自分ごととしてクラウド推進に取り組んでもらうような、えー、人の支援の体制も取っています。まあ、とはいえ、あの我々のミッション、クラウド推進になりますので、あのいつまで支援続けるんだというところがあって、あのエクジットクライテリアを設けて支援をしております。こちら、あの中途採用の人間と、まあ、若手社員を育成と。 と,いうところの、えー、二段構えで行っています、まあ、その他、クラウドのよろず相談ですとか、あとまあ一番下の3つ目ですね、ナレージ支援ということで、まあ、ウェブサイト立ち上げたり、メールマガ出したり、まあ、サポート用のチャットを作ったり、あとまあ2点目は AWS のソリューションアーキテクトの方、毎週来ていただいて、オフィスアワーだとか個別技術相談会、あとまあグループの えグループ内のクラウド事例をまあみんなで発表しちゃうような会議ですね、これ来週、我々やるんですが、まあ、それやったりですとか、あとまあ人材育成のところも、ですねこういう事業会社の IT 部門としては、こういうクラウド人材必要なんでしょうっていう定義をした上で、各グループ会社にこれぐらいの人数はどうですかねみたいな話をしたりですとか、あとまあ基礎クラウド基礎研修ということで、あの本当の最初の入り口の研修なんかもやっております。 ではここから AWS 共通セキュリティ機能のお話をさせていただきます。この今見えているスライドが当社グループの今 AWS の利用のちょっと端的にすしだらしたものになりますが使っているグループ会社数は今18以上ですね、今もうちょっと増えてますがそれぐらいの数になっています。AWS アカウント数も この資料を作ったとき230以上だったんですが、今250ぐらいですかねあの、毎月少しずつ増えている状況です。多い月には月に10個以上増えたりする月もあったりします。で3つ目の12倍というのは、これは2018年度の AWS 利用量と比較して、まあ、今12倍ぐらい増えているような状況でございます。 でこちらがあの全体図ですね、エダベス共通責任機能の全体図となりまして、こちらもあの、の今日のタイトルであるコントロールタワーですとか、オーガニゼーションズを使った、えー、使っておりまして、まあ、目的としては、各アカウントのセキュリティ数字を一定レベル程度に集中管理していきましょうというところですとか、あと、まあ、予防的統制、発見的統制を使って、まあ、セキュリティインシデントの発生リスクを抑えたり、 もし発生してしまったとしても、早く見つけて、早く回復を分かるというのが目的にしていますで。こちらの絵の詳しい話は、この後、上野さんがお話しされますので、そちらに譲って、次のページに参りますで。今までどうしてたかという話なんですが、今まではですね、あの各グループ会社ごとに AWS アカウントの管理はやっています。まあ、そうなると、ですね当社のグループ会社もまあ従業員が 2万人以上いて、IT 部門の人間でも1000人ぐらいいるような大きい会社もあれば、えー、全部の従業員で50人ぐらいで、IT 部門の人はまあ1人か、もしくは県民で0人とか、そんな会社、とて点でバラバラでですね、会社によってセキュリティ設定が不十分なアカウントも当然ございます。で特にまあ規模の小さい会社なんかですと、えー、委託先の方に全まるっと任せてしまっているような状況は現に、 発生ししておりましたそんな中で、ソンポホールディングス当社ですね、当社はペイヤーのアカウントとして請求の取りまとめだけをやっていましてですね、AWS に建て替えて払って、その後グループ会社に建て替えても請求するようなスキームの運用だけをしていて、各グループ会社実際どうアカウント管理しているのか、俯瞰して確認はしておりませんでした。その結果というべきなのかちょっと分かりませんが、実際にセキュリティ・インシデントは 過去発生しております。まあ、PHP の脆弱性使われてスパムメール踏み台にされたりですとか、まあ、クレデンシャル抜かれてコインマイニングが始まっちゃいましたとか、現に遭遇しております。まあ、そんな中でもですね、まあ、調査するもログが、ログの保全が不十分なのでよくわかりませんでしたですとか、そもそも AWS アカウントを使う上で基本的に必要なスキル設定ですね、まあ、のルートアカウントにえたって作りましょうとか、そういう本当に 本当に基礎の基礎というところもできてないアカウントも正直あったということで、まあ、それを何とかしないといけないと、組織的なクラウドガバナンス体制を構築しないといけないという状況認識がございました。でこちらはまあ当社グループの、えー、どういう要、えー、予見があって、どういう製品選択したかというのをちょっと簡単にまとめているんですが、一、まあ、つ目、左上ですね。 あの各グループ会社で、需要可能な水準の費用負担で無理なく機能を利用できるということです。これ、何言ってるかというと、規模の小さい会社、当然、IT にかける予算もそれなりの額しかなくてですね、まあ、そういうところも、えー、同じようなガードレールでカバーできるようにしたいと。そう考えると、現状はです、ね、サードパーティー製の,の CSPM、クラウドセキュリティ、ポシャーマイジメントをちょっと入れると、ちょっと。 と費用負担的にしんどいなってところがあって、この製品選択した前ではサードパーティーの見送,見送っています。でもう一個大きな軸としては、まあ、ありものを使うですとか、早く導入してクイックインを得たいですとか、あの早くやりたいんで、そのまず AWS レイヤーのところを安全性を高めて、そこから上のレイヤー、まあだったり、ま他社のクラウドはまその次にやるやりましょうということで、あの。 AWS が提供しているセキュリティ系のマネージドサービスをうまく使って、早く立ち上げたいと。でその中でやっぱり運用してみて初めて気づくことがありますので、そういうところは、当然、不足する統制機能はまあ継続的に単独コストをかけて、ネクストステップとして取り組んでいくという方針を固めて、製品を選びました。 まあこの中でですね、あの製品選択導入と並行して、あの先ほどガイドラインを整備したってお話したんですが、あのガイドラインの方にも、この AWS 共通セキュリティの説明も含めて、こちらの整備も並行して行っています。そうなるとですね、AWS コントロールタワーっていうサービスがふと頭に浮かぶわけですね。でこれはまあ、名前だけ見るとすごく強そうなサービスだなと思いました。 でこちらですね、えっと、2018年のコントローターの話なんですが、2018年のリインベントでプレビューになって、19年6月に GA になったと書いてありました。こちら、の AWS オーガニゼーションズが前提になっているサービスで、マルチアカウント環境で、ここに書いてある、もうちょっとこれ以外にもあると思うんですが、セキュリティ系のサービスのセットアップを容易に行って、毎日できるマネージドサービスだと私は認識しています。 最新のバージョンが2.8がこの間出ました。で、これ最初ですね、出たときには、新規にあのオーガニゼーションズを作るとか、そういうときじゃないと適用できなかったんですが、2020年4月にもともとある、運用している既存アカウントですとか、オーガニゼーションズに適用可能になった。で、先ほど大ばさんも話しされてましたがえ、東京リージョンに昨年やってきて、まあ、やっと来たかと思いました。 そんな中で、木は熟したんだろうなと、東京に来たっていうところですね。木は熟したと思いました。思ったので、昨年の4月から取り組んでおります。こちらは簡単なスケジュールになりますが、4月から検討を始めてですね、8月の下旬にグループ各社向けに説明会を行って、9月の頭から、まず新規アカウントですね。9月以降新しく使うアカウントについて、この AWS 共通機能の統制が効く形で運用を始めていますでこうしてガイドラインの整備をしたりですとか、まあ、ガイドラインは10月頭にリリースしておりまして、今やってるのはですね、一番下の既存アカウント移行期間って書いてあるんですが、こちら、の約200ぐらい、えー、コントロールタワーの統制にないアカウントが当時あってですね、これを順次移行しています。 これも結構時間をかけてやっているのはですね、やっぱりどうしても本番はのワークロード動いているアカウントになりまして、まあ、我々がそのコントローラーを入れることによって変更するところっていうのは、EC2 だとか RDS だとか VPC だとかそういうところをいじるわけではないので,です、ね、業務に影響は出ないはずなんですが、まあ、そこは慎重にということで、えー、余裕ある移行期間を設けています。 こちらもに今年の9月にでで、ねね、終える予定です。まあ、と言いながらもです、ね、実装テストのところ、右の方にあるように、まあ、エンハンスは適宜行っています。これとえばあの、先ほどアカウントファクトリーの話でいきましたが、アカウントファクトリーの、えー、で登録する手順をちょっと簡略化したりですとか、新しいサービスでところの対応やったりも、ここはまあ継続的にエンハンスは行っています。 こちらがですね、当社グループでのアカウント管理者と、まれわれ、ソン・ポールディングスの管理者の役割分担を書いています。あくまでですね、各アカウントの管理主体は、上にある各社管理者というところで、この方たちに最終的な管理はお願いしております。ただ、我々 c c o e ですね、c c o、e、のソン・ポールディングス管理者の方は、 その各社の管理者を支援する形で、えー、こういう座組みで今運用をしております。はい。で、まあ、これ、今日この機能を導入してよかったことっていうところをまとめておりますが、まあ、各社の管理者の視点でいうと、まあ、セキュリティ設定済みのアカウントを使えるようになったですとか、あと、基準に非準拠になった場合、すぐ気がつけます。あとまあえー ITUNE が少ない会社でも我々の CCOI、e、の支援を得ることができるようになっています。まあ、これはあの原則我々は各社のアカウントの設定なんかいじりに行ったりはしないんですが、まあ、どうしても緊急の時は我々オペレーションできるような体制は作っております。またこれはまあグループの,その持ち株会社側がまあ提示している施策としてまあ各社の中で予算取りなんか容易になったんじゃないかなと考えています。 で続いて、我々ですね、ソンポールディンツの管理者の立場から見ると、えー、アカウントの払い出しのセキュリティ設定は今自動に、もう自動でやってますので、アカウントファクトリーで、えー、必要な情報を入れれば、あとはな何十分か待てば、えー、設定が終わったアカウントができてくるという非常に素敵な状況になっています。で、2点目は、あの各社アカウントのセキュリティ状況が見えるか。 まあ継続的モニタリングができるようになっています。あともログアーカイブアカウントができてますので、長期間安全なログオンが、録音ができるで。4点目はですね、あのこれまあ我々金融機関ならではかもしれないんですが、えー、SCP を使って、あの東京、大阪含む12リージョン以外にデータが、えー、こう使えないように SCP で縛っております。これで何ができるかというと、個人情報保護法っていうのをすぐ 4月に改正方施をされますが、まあ、この中で保有個人データに関する安全管理措置の一つという外的環境の把握というのがあるんですが、まあ、これが要因になったかなと考えております。はい、こちらの見える化の例のその1ともいですが、その1はこれ、セキュリティハアブの。 AWS 基礎セキュリティのベストプラクティスの数字です。ちょっとこれ、あの、割といいスコアのアカウントのやつを持ってきちゃったのでですね、実際にはもうこれよりも低いスコアのアカウントが減ありまして、これはまあ、ここに、そこを上げやすいようで継続的に取り組んでおります。で、2点目はですね、ガードデューティーとかコンフィグで発見的統制をしています。こちらに書いてある件数は実際のファインディングスの件数なんですが、 こちらのミドル以上で絞り込んだ後に見えてくる、我々が拾っている件数になります。目立つのはですね、SSH を全部開けたりですとか、コモンポートが開いているとか、こういうファインディングスが目立って、これは今、各社管理者のように注意喚起を行っております。はい、こちら、とまとめになりますが、えーっとまあ、今後やることですね。一つ目がセキュリティ水準の底上げ。まあ、これも今日集まって、 あの聞いてらっしゃる皆様、当然もう十分認識されてると思うんですが、まあ、入れただけでは何の意味もなくてですね、あの実際にこの機能を使って、えー、水準の底上げをしていかないといけない。こちら、あの各社管理者に指摘して直してもらうだけじゃなくて、やはり各社管理者のも成長してもらえていないので、そちらの教育育成もセットで取り組んでおりますで。2点目が自動修復ですね。これはあの 発見的統制に対しては今、注意喚起をして直してもらうというアプローチになっていますが、あの先ほど出た SHH のポートですとか、コモンポートが空いているところは、これはあの自動的に修復する機能を今、考えておりまして、近日中に展開を予定しています。3点目ですね、機能協会の追従で、こちらのオーガニゼーションズに統合,さ統合された機能の活用検討ですとか、 コントローター自体のアップデートに追従していこうかなというところでございます残念ながらあの我々構築する中であのネストした OU のサポートがコントロールされてないですとか大阪リジョンでコントローターは使えないという事情がありましたが、まあ、これは後、ま、々、あ、やっていきましょうということですでその他としては OS エリア以上にあのカバレッジ増やしていきたいですとか SCP まだまだ適用できる箇所が あるような気もしてますので、その予防的統制の強化を図っていくつもりです。はい、最後まとめになりますが、これから本格的に AWS マルチアカウントの統制を行われる方は、コントロールタワーを私としてはお勧めしたいなと思っています。残念ながら、大阪リージョンはコントロールタワー現状使えないんですが、ここはあのネットコムさんの手助けも借りて、外付けでほぼほぼ同様の統制を 実装できましたあのこれはこういうマルチアカウントの統制は思い立ったときが取り組むタイミングではないかなと感じております。はい、以上、土屋からお話しさせていただきました。ありがとうございい、ます。はい、土屋さん、ありがとうございます。 結構ですね質問をたくさんいただいてますが、まあ、ちょっとそうです、ね、時間もあまりないのでいくつかピックアップしたいと思います。上野の,あの、はい、説明で補足できるとか補足しようかなと思います。そうですね1個目、まあ、ちょっと話それるんですけど、エダベサポートですね、大量アカウント持ってますけど、どのようにサポートを契約されてますかというこはですね。ねてエンターープライサポートです本番、うん 開発とですね全てのアカウントエンタープライズサポートをやってますはい、ありがとうございますそうですね、エンタープライズを、えー、組織単位というか全アカウントでというところですね。はい、はい。で、そうですね、あとは200以上あるアカウント、一つのマスターアカウントの下に統合するのは大変そうです <laughs> で。マスターアカウントは事業体ごとなどいくつか立ち上げていますかという質問ですね。はい えっと土屋から解除しますと、エラベスオーガニゼーションズは1個です。で,すねはい、で、えっと、1個の下にすべてのここ、現状国内の事業会社はすべてぶら下がっています。はい。はい、そうですね。あと、検証用のオーガニゼーションズは別に1個作ってあります。これはあくまで検証用ですので、あのテストをやるときだけ使っています。そうですね。コントロールタワー検証用オーガニゼーションがいい感じですね。 あとはそうです、ね、既存アカウントにこう私の方からお話ししたいいと思いますあの説明のところでですねであとセキュリティハブのスコア上げが難しいとこれもちょっと上野の方から現状お話し後でしたいと思いますあと各社管理者への説明等で苦労した点効果的だったアプローチなどはありますこれをちょっと上野の方から少し話しますが土屋さんの観点で何かありますでしょうか。はい、そうですねあの ですがやっぱりあの最初は全体説明会ということで、グループ会社、十何社、20社ぐらい集めて、まあ、まとめて説明するんですが、それで分かってくれるわけはなくて、ですねやっぱりその後個別に <laughs> 一社一社差しで話をしてっていうのはやったので、効果的なアプローチは残念ながらなくて、泥臭い話ではありました。あとまあ1点だけその、まあ、殺し文句ってか、別に言い方があれなんですが。 どうしても自分たちで設定がしんどいような会社もあって、そういうところはあの我々が設定を代行したりというのはやってはおります。これは本当に中小規模の会社だけですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。最後の。 セキュリティハブのセキュリティ基準ですね。まあ CIS、あ、これちょっと私の方から補足しますが、PCI DSS とか CIS ベンチマーク、AWS 基礎、今3つあると思うんですけど、その中で今回、えー、ベスプラ、あの、AWS の基礎を選んでる理由ですけど、まあ基本的に全アカウントに適用したいので、えー、ちょっと CIS とかだとなかなか厳しいかなと。あの、ある程度スコアが出せそうで、AWS があの言っている基礎というところを え選んだ感じですかね、はい、全,全アカウント共通でいけそうな、まあ、3つある中で割とクリアがやっていけそうなところを選んだっていう感じですかね。そうですねコントロールタワーで接触設定すると全部3つとも有効になってしまうので、はい、あのこの今画面に見えているように2つはその後無効化しています。そうですねはい クラウドトレイルの料金はちょっと答えるか微妙だと思うので。<laughs> 私です。あのはい、アカウントごとのと全然バラバラなのでですね、ちょっと一概にあれなんですが、その、そうですね、まあ、5%を超えるとか、そんなことは全然ない,、うん、ないですね。はい、はい。ありがとうございます。はい、はい。ちょっとどんどん来ますね。<laughs> えー、一旦いいかな。<laughs> はい。もうだけですかね。あの、はい、2時2分に来た。 やつですかねオーガニゼーションので一括請求するというのは、えっと、これはですね、あのあ<ー>アテナで CUR を、ねうん、アテナでクエリーして、今、アテナでクエリーした後は残念ながらあの手作業でやっております。はい、効果的な方法はあの私も <laughs> 教えてほしいぐらいです。お客さんのパワー,パワーでなんとか。まあ私は別の担当やってるんですかです、ねはい、あの CUR をアテナする後はマンパワー。 になっちゃってますはいはい。はい、以上ですはいありがとうございますはいじゃあ私上野の方の発表に移りたいと思います少々お待ちください はい上野の方ですね、あのコントロールとーとオーガニゼーションズ、まあおばさんのところとか土屋さんのところでも出てきたんですけども、じゃあ具体的な、本当、技術的なところですね上野の方から説明していきたいと思います。はい、えー、私からお話すすることですね 損保、まあ、グループさんの活動の背景とか、まあ、アーキテクチャのまず概要から入ってその中のもう少し具体的なところをディープダイブという形でお話ししてあとはですねこの技術的なところ以外にもガイドラインというものを作りました、まあ、そこについても説明したいと思っております、えー、改めまして NRI ネットコムの上野と申します損保、まあ、グループさんの支援入っていますが他のお客様に関しても AWS とかのクラウドの案件構築だったりとかをやっております はい。よろしくお願いします。えー、まず、損保グループさんにおける、えー、と活動とアーキテクチャの概要ですね。えー、まず、えーと、土屋さんの方からもクラウドバイデフォルトの言葉がありましたけど、まずビジネスを始めたい、まあ、こういうビジネスをやりたいんだ、今やっているビジネスをこうやって刷新していきたいんだみたいな話が出てきます。でそれをじゃあシステム作ろうってなったときに、まあ、大きく分けるとオンプレミスかクラウドか、どっちにしようかなと。 で、今に、今、最近においては、やっぱりビジネスを進めるにあたっては、クラウドの活用が必須になってきているかなと思います。最終的にオンプレミスになるとしてもですね、やっぱり、あの、検討の範囲として、クラウドの知識は持ってないとなかなか、あの、ビジネスを進めるのは難しい状況になっているかなと思っております。 で、クラウドでやろうってなったときに、クラウドをちょっとやったことなくて難しいし、特にセキュリティ面、情報を置いておいて大丈夫なのかっていう不安をよく聞くということが多いです。で、まあ私としては今 CCOE の支援という形で、ソンプホールディング様支援してるんですけど、まあこういった思いをちょっとでも減らせるといいのかなと思っております。 でそんな中ですね、AWS には、大場さんからたくさん紹介あったように、設定できればある程度、その AWS のアカウントのセキュリティを向上できるサービスがありますと。でこういったものを自動設定できるように、今回、損保ホールディングス様で、共通セキュリティ機能という名前で作成をいたしました。 で、まず損保グループさんの特徴背景です、えー。導入前からですね、本番稼働しているアカウントがたくさんありました。先ほど200以上とありましたが、まあ、全部が本番じゃないですけれども、その中のいくつかはすでに本番サービス、一般の利用者さんが使っている AWS アカウントという状況でした。もとはですね、請求の情報だけ、損、え、保、ー、ホールディングスさんで管理しているという状況でした。 で、あともう一つの特徴としては、これは今もそうなんですけども、各社に AWS アカウントを各社ごとに渡すんですけども、各社に管理者がいるというところですね。まあ、なので、損保ホールディングスさんで全てアカウントの管理をそのままやり続けるというよりは、払い出して、払い出した後の各アカウントの管理は各社の管理者さんお願いしますという形になっているというところです。で、 共通セキュリティ機能で使って活用するサービスなんですけども、まあ紹介になったコントロールタワーとか、コントロールタワー以外の範囲で言うと、ガードデュティ、セキュリティハブ、I am Access a n a l y e r 通知用に SNS トピックを使用したりしております。まあ主に AWS アカウントで設定するセキュリティサービスっていうのを中心にサービスを選定して選んでいった形になります。でこういったサービスがですね、自動的に設定されて、 されます。されると、どう、どういう状態になるかっていうと、AWS 上の操作履歴、そ設定履歴が自動的に保存されるようになります。それと同時に、不正な操作が拒否、一部拒否され、一部は検知される状態に、自動的になるというところです。になります。もう少し中身の話を見ていきたいと思います。 えちょっと細かくなります。えー、まず、コントロールタワーによって、えー、操作履歴を残すクラウドトレイル、設定履歴を残すコンフィグ、これが自動的に設定されます。ここはコントロールタワーの範囲になります。その他ですね、ガードレティセキュリティハブ r i t y h u b I a m a c c e s といったサービスは、コントロールタワーでは設定されません。なので、えー、クラウドフォーメーションスタックセッツを使ったり、あとはですね、一部ラムダを呼び出して、設定コマンドを打つというようなことをやっております。 も後ほど詳しく紹介します。えー、先ほど質問に上がった OU の話です。OU ってどの単位で切ればいいのっていうのがまず思い浮かぶ疑問かなと思います。えー、まあいろいろ観点あるんですけども、今回のようなコントロールタワーの利用であったり、セキュリティ観点で言うと、どの単位でガードレールですね、ルールを設定したいかが一つ大きなポイントになると思います。 なんでかっていうと、まあ、コントロールタワーのサービス画面も見てもらうとわかるんですけども、ガードレールっていうのは基本的に OU を選択してガードレールを設定していくことになります。サービスコントロールポリシーにおいても、基本的には OU を対象に設定することになります。なので、まあ、予防ガードレール、検知ガードレールをどの組織の単位で設定したいか、これイコール OU の単位にしていくことがいいのかなというふうに考えております。 でこれは損保ホールディングス様ではなくて、まあ一般的な考え方ですけれども、例えば一般、まあ一般的な OU と普通のアカウントがあるものと機密情報がある,ある、えー、ラベスアカウントを OU として分けるというところですね。で機密情報がある OU に関しては少し厳しいあのルールを設定するというような例になります。 で、OU ですね、ネスト、階層的に作ることもできます。共通的な OU を作っておいて、例えば、あの、ルートユーザーのアクションは拒否全体でしちゃいますと。で、さらに追加でう小側の OU は、えー、追加のガードレールを設定すると。で、親側のルールは引き継がれるので、えー、 あまあ、ちょっと予防のみで検知は対象外と言って細かい話はあるんですけど、基本的には引き継がれるので、こういうネストされることもできます。でコントロールタワーも2021年11月ですね、この階層の取った応用というのもサポートをしているという状況ですね。でここから損保グループ、損保ホールディングス様のおける応用の構成になります。 まずですね、各社ごとにやっぱり、あの、なんだろうな、ルールというかが結構異なるので、まあ想像に耐えやすいと思うんですけど、まず各社で分けました。で、その中で、プロダクション、デブ、開発、本番開発という形で2種類用意しております。 で、階層なしですべてフラットにある状態です。まあ、これは導入時にコントロールタワーが未サポートであったっていうのが大きいですね。で、まあ、サポートした後に変えようかっていう話もちょっと上がったんですけど、やっぱり、あの、コントロールタワー上で OU の構成を変えるっていうのは結構大変だったのと、まあ、あんまり実際にまだここまで、あの、なんだろう、回状態がなくても困ってないので、一旦このままという状況になっています。一応会社ごとに OU、あの、ルールを反映できるというところですね。 で、それがあった上で、コントロールタワー共通の OU が出てきます。これはコントロールタワーが作るものですね。セキュリティ OU という形ができて、その中に全アカウント分のログと監査情報が取れるようになると。で、これを親のアカウントでコントロールタワーだったり、オーガニゼーションズで管理していくというような状況になっているというところですね。SCP の話です。 SCP、大場さんの話にもあったように非常に強力です。これを設定、拒否してしまうと、本当に全アカウントでこう、特定の操作ができなくなったりします。で基本的には利用者へ影響が出ないようというところで、えー、コントロールターとか共通セキュリティ機能、セキュリティ機能で作ったものを壊させないというのが一つ。あとはルートユーザーのアクセスキー、まあこれはまず使わないことというところで、えー、これを拒否。 あと一部リージョンですね。土屋さんから話があったとおりリージョンは一部使えなくしていると。この多くな3点になります。少しすいません。図が細かくなります。緑色はコントロールタワーが自動的に設定するものです。まあ、簡単に言ってしまうとコントロールタワーが作った、設定したものは変更できないよっていうガードレールです。で黄色いところはルートユーザーのアクセスキーですね。 これに加えて独自の SCP を入れております。これも基本的にはコントロールタワーの思想と同じで、コントロールタワー外で設定したガードデューティーであるとか、セキュリティハブに関しては、オフにさせない、設定変更させないよとか、通知のトピックは消させないよとか、そういった設定をしているというところですね。それに加えて右下のリージョンのところ、一部リージョンの利用を拒否しているというところになります。使えるリージョンですね。こちら書いてあります。 大阪リージョン、コントロールタワーサポートしてないんですが、一応使えるようにしています。DR、ER、とかで活用が進んでいる会社もあるからというところですね。はい。 えー、もう一つ。既存環境へのコントロールタワー導入についてですね。すでに AWS アカウントが存在している状態でコントロールタワーを入れたいという場合多くあると思います。損、え、保、ー、ホールディングス様にとも同じでした。もともとこちら損保ホールディングスさんの損保グループの中の例です。一つのオーガニゼーションの中に OU は作ってませんでした。その中に多数アカウントが存在しているような状態でした。 この状態でコントロールタウンをポチッと有効にするとどうなるかっていうと、こんな感じになります。セキュリティの OU とサンドボックス OU っていう空っぽの OU ができます。で、アカウントも新たにできるというところです。で、右のアカウントですね。元々あったアカウントに対しては影響ありません。っていうのも SCP やコンフィグルールっていうのは、元々あった既存のアカウントに対してはすぐに適用されないというところですね。 でここから先ほど言った OU ですね。各社の OU を作って、そこに1個ずつアカウントを登録していき,いきました、えー。行ってます。一部。はい。で、この OU に入れる、コントロールタワーから登録っていう風にやっていくんですけど、入れると、その時点で SCP とかコンフィグルールが適用されます。アカウントはですね、1つずつ登録できるので、まあ、段階的にこの会社のこのアカウントからやっていくみたいな感じでできます。で、そう進めていると。 と,いうところですなので既存環境、すでに AWS アカウントがある、えー、オーガニゼーションズでもあの導入は可能というところですね。はいえー、こちら、コントロールタワーの参考画面です。こんな感じで見えますあの未登録状態のものは未登録と出るので、これはまあえー、今回でいうと共通セキュリティ機能が効いてないよっていうのがすぐわかるっていう感じですね。はい え、移行時、作成時の設定ですね。アカウントが作られた時の設定をどのようにやっていくかっていうところです。え、先ほどあったとおり、クラウドフォーメーションスタックセッツです。これはですね、最初にやっておきます。OU にデプロイしておくと、その OU の中にアカウントが入った時点で、スタックという形で AWS リソースを作れます。え、I am アクセスアナライザーを作ったりとか、通知用の SNS トピックを作ったりしています。大阪リージョンもこれで作ったりしています。 でですね、もう一個は、えー、っとですね、ステップファンクションズを呼び出しています。コントロールタワー上で、まあ、アカウントファクトリーという機能でアカウントを作るんですけど、アカウント作成が終わると、クリエイトマネージドアカウントというイベントをイベントブリッジというサービスに渡せます。これをすると、アカウント作成が終わったら、自動的にステップファンクションズのステートマシンを自動実行できるようになります。 これで何をやってるかっていうと、ガードディティの一つのアカウントに集約する設定だったりとか、セキュリティハブの基準の無効ですね、とか有効です。こういうのはあのですね、クラウドフォーメーションが一部サポートしていなかったりするので、そういったものはラムダであの手動でというか処理を書いてやっている形にしています。 これらをまとめると、要は管理者の方はアカウントファクトリーからアカウント作成を一回ポチッとやれば、先ほどのスタックセッツとステップファンクションズが自動で動くので、あとはそれを待てばいいというところですね。で、ステップファンクションズが終わるとメールが飛んでくるので、えー、まあ、あとはメールを待つのみという状態に持っていっています。まあ、これ実装してだいぶ楽になったかなというところですね。はい。 えー、通知のところです、あのちょっとカスタマイズをしています。えー、コントロールタワー初期状態だと、こういう感じになります。えー、とコンフィグルールがあの非準拠以外、準拠された、戻った状態も通知が飛んでくるっていうのと、あとですね、複数リージョンコントロールタワー対応してるんですけども、複数リージョンで対応すると、複数リージョンで SNS の E メールサブスクリプションができます。 これ何かっていうと、えっ、ー、と、各 E メールの受信確認を各リージョンでやらなきゃいけないとで。E メールの管理も各リージョンでやらなきゃいけないというのが初期状態です。これをちょっと嫌だなっていうか、あの、一つのリージョンで通知を管理したかったので、えー、間にラムダを挟んで、え一、ー、つの SNS、E メールサブスクリプションでできるようにしています。で、あと、コンフィグルールが思いのほかたくさん飛んできたので、ちょっと非準拠になった時のみ通知できるよう、 修正しているというような状況になります。あとはですね、コントロールタワー初期状態は、オーガニゼーションで一つ通知する、監査アカウント経由で通知するという機能が実装されるんですけども、先ほどの背景にあった通り、各社の管理者があのいるので、あ、これじゃないですね、ちょっと話が飛びました。ごめんなさい、今出してるのは、えー、っとごめんなさい、セキュリティハブ 経緯のガードディティの通知ですね。あの、コントロールタワーで通知されるのってコンフィグルールの批准教なので、えー、ガードディティの通知は別途実装する必要があります。なので、ガードデちティの通知も別途通知飛ぶように、あの、実装しているっていうのがこの画面になります。 で、すいません。ちょっと話しかけちゃったんですけど、あの、各社にも管理者がいるので、各アカウントで通知機能っていうのも作っております。通知する内容は同じですね。コンフィグルールの非準拠だったり、ガードデューティーの通知をセキュリティハブ経由で実施しております。まあ、なので、各社の管理者には自分のアカウントのこういったセキュリティイベントが飛ぶし、全アカウントの情報はあのホールディングスの管理者にも飛んでくるというようなことになっています。 はい、ここまでが機能の説明でした。ガイドラインというのも別途を作っております、えー。セキュリティ機能は自動で設定されるようになりました。今まで説明した通りですね。めでたし、めでたし。ではないというところですね。まあ、土屋さんのお話にもあったようにあの、設定したから終わりというものではないというところですね。はい、ちょっと細かいですけども、まあ、守れるのはあの一部のみなんですね。やっぱり AWS の設定で守れる範囲の一部というところになります。 例えばこれは実装あのできないことの例です。アプリケーションレイヤーですね。例えば WAF とか、あの、そういったところですね。OS レイヤーとか。まあ Amazon だとインスペクターとかありますが、こういったものはあの今回の機能では設定したので、こういったところは各アカウントの管理者さんが責任を持ってやっていく必要があると。 いうところです。あと、あの、共通セキュリティ機能として設定したサービスの運用についても、あの、各社管理者、まあ、通知を受け取って、あの、確認するっていうのは各社の管理者の責任の範囲になるというところですね。 で、えー、っと、やっぱりオンにしただけだと、やっぱりそれどう使ったらいいのとか、あの、その上で作るものをどう作ったらいいのっていうのがやっぱり出てくるので、ガイドラインっていうのを作って各社の管理者へ説明会を実施して配布ということを行いました。これは、あの、ガイドラインのページの例ですけども、あの、 セキュリティハブはこうやって使っていくんだよという例ですね。セキュリティハブ触ったことない人からするとやっぱり難しい部分もあると思うので、こうやってルールをこうやって見て、無効と判断できるものはあの無効にしてくださいというところですねで。ちょっと資料にはないんですけども、先ほどのあのスコアを上げてったりっていうところの活動は今まさにややるろやっているところで、あの、 情報をあの各アカウントでコントロール AWS 基礎のいろいろ百何十個あるコントロールがあると思うんですけどその一部、まあ、ホールディングスであの検知いらないよねとかここは守らなくてもまあ一旦見なくていいよねっていうものを一部無効化してあの見えるスコアをちょっと上げてたりっていう対象を絞ったりとかそういった活動を今やって。 あの頑張ったりしているところですね。まあ、結構泥臭いこともやりながらあの地道にスコアを上げれないか今進めていっているところです。はい、でガイドラインのまとめですね。まあ、理解セキュリティサービスそもそもこういうサービスがあるんだっていう理解を深めてもらえたっていうのも大きいのかなと思ってます。であのやっぱりオンにして終わりじゃないよねっていう理解もしてもらえたかなというところです。 ただやっぱり改善ポイントもあって結構ですね200ページ超えてたりするので全部読もうとするとなかなか無理なものもあるなというところですまあ結構 VPC の作り方の例とか書いてたりするのでまあそこは辞書的に使ってもらえると嬉しいのかなとあとは AWS のアップデートがあるとちょっと書き換えなきゃいけなかったりとかそういう辛さもあったりします本当は基本方針だけ書いてですね利用者側が基本方針を理解した上でこうがどんどん学習して 活用できるといいかなと思ってるんですが、まあ、まだまだそこは難しいのかなと思っております。はい、最後まとめです、えー。組織全体でセキュリティの基礎設定ができました。一部は未導入のアカウントもあるので、これからどんどん入れていく予定です。で、情報主役できました。セキュリティ状況の可視化ができましたというところですね。 で、まあ、今後に向けては状況が見えてきたっていうところがまず第一段階をクリアしたかなっていう段階なので実際の先ほどのセキュリティハブで言うとスコアのアップであるとかコンフィグのルールとかもあの結構検知したりするのでそこをどう数として減らしていけるかそういった活動をしていきたいなと思っております。で、今回は AWS アカウントっていう設定 アカウントの設定というところを主に支援したんですけども、やっぱり各社さん悩まれるのは、その上でシステムを作るときの計画とか、移行ってどうやったらいいのとか、そういったところの悩みがやっぱり一番多いのかなっていうのを感じてますので、やっぱり CCOE の支援として我々もどういったことができるのかは考えていきたいかなと思ってます。 えー、コントロールタワーもちょっとまだ大阪リージョンに来てなかったりっていうところがあったり、ログの保存期間があの柔軟に設定できなかったりするので、そういったところのアップデートも待ちたいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。ではそのまま、えー、っと、上野の方で Q&A を自分で見ていきたいと思います。はい。 えー、オーガニゼーションズ導入済みを移行したということですが、オフにしてやる必要が思い,あ思いました。どのような手順で行ったのでしょうかと質問いただいています。えっと、オーガニゼーションズ自体はオフにしなくても大丈夫です。はい。なので、まあ、オンにした状態でいけたというところですね。はい。細かいところで言うと、各アカウントの AWS コンフィグですね。これはオフにしておかないと、刻むアカウントの導入はできない。 であので、オンにしているアカウントはオフにして入れていくといったことはやっています。オーガニゼーションそのものに関してはオンの状態でも大丈夫ですね。はい、ガードデュティのところですね。委任設定と組織全体で有効にさあ、そうですね。あの ここのアカウントを順にやってるんですけど、あのさっき言った通り共通セキュリティ機能がオンになってるアカウントだけ集約していきたいっていうやり方をやってるんですね。なので全アカウントのガードデューティを集約一気にするんではなくて、一つずつあの共通セキュリティ機能のオンと同時に入れていくために、あのステップファンクションズを使ってラムダで1アカウントずつ集約していっています。 ラムダで通知する、主役化する方法を詳しく知りたいと思いましたと、はい、ありがとうございます。これはちょっとこの場で喋りきれるようじゃないので、えー、NRI ネットコミュニティ問い合わせいただければ、えー、作ることができると思います。はい。はい、最後、アラート無効化の判断と、各、各管理者に権限はどの程度異常しているのでしょうか。基本的には管理者の権限を与えて、 てますねはい本当アラートが飛んでいくのって本当に何だろうなそんなにたくさん飛んでいくわけじゃないので基本的には通知は全部してえー、っとな例えばセキュリティグループが空いてるよっていう通知をして頼都度頼むっていうところですね。はい はい最後ですね。OU の中にはエンジニア、エンジニアが使用調査などを行うようなサンドボックスアカウントも欲しくなるのですが、そういった OU は用意されましたでしょうか。えー、サンドボックスの OU っていうのは設けてないですね。おっしゃる通り、このなんだっけ、OU のベストプラクティスとかを見ても、サンドボックスって出てくるんですけど、損、え、保、ー、グループ様においては各、各社でデブとプロットがあって、 あとは基本的にその中でどうアカウントを作るかは各社へお任せですね。だから、えー、各社のデブっていう応用の中にサンドボックスを、として各社が扱ってるアカウントはあるのかなっていうところですかね。あの、コントロールタワーを試すっていう、さっきもありましたけど、意味では別のオーガニゼーションを用意してたりします。 はい、マネジメントアカウントのコントロールタワー権限をどの程度、損保様へ渡しているのでしょうか、あ今回のです、ね、この構成を言うと、基本的には損保ホールディングス様管理の、えー、とオーガニゼーションですね、でそこに私とか NRI ネットコムが IM をいただいて、えー、一緒にやっているというような形ですね。はい、はい、以上です,す,みます。たくさん質問いただいてありがとうございます。 じゃあちょっと最後にあのアンケートの案内をしたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、こちら、アンケートですね。あごめんなさい <laughs>、あのー。はい。ご清聴ありがとうございました。アンケートの回答をお願いします。アンケート回答いただくと、回答後に今日三3名、 話した内容の資料がダウンロードできるようになっておりますので、あのぜひご回答いただければと思います。チャットにも貼った方がいいですかねあ。貼りました。はい、チャットにも貼ってますので、あのそちらからアンケートの回答をお願いいたします。はい。 じゃあ本日はですね、はいあのご参加いただきありがとうございました。これであのセミナー終了となります。土屋さん、大場さん、ご登壇いただきありがとうございました。はいあ、ありがとうございました。はい、はい、では、はいこれで終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。